はい、おはようございます。はい、やっと来れました。はい、塚明神古墳でございます。これもね、1年半前から3回ほど来たんですけどね、ついにね、今日やって来れました。で、これが鳥居でございます。はい、鳥居をくぐっていきましょうか。これね、草壁の巫女、天武天皇と持統天皇のお子さんだろうと言われてるらしいんやけどね、それはわしも分かりません。これ思ったよりもね、ちょっと氷の墓でございますよね。ここにね、明治天皇が来てらっしゃるということでね、はい、こんなんです。はい、失礼します。神社でございます。この神社なんかよくわからないけどね、これはね、ここも神社でございます。これ明治天皇のね、廃所になってますよ。ここに来られたんか。はい、おはようございます。丸子山古墳でございます。いや、天気がいいからいいね。手持ちだからちょっとブレるでごめんなさいね。手持ちのカメラで、コンパクトカメラでね、撮ってるんですけど、指から見ると綺麗です、ものすごい。はい、3回目か4回目ですけどね、撮影してるのはそんなに何回もしてないんでね、2回目かもしれませんね。おお、波がきれいに見えてますがね。あら、いいわ。ここはね、こういう傾斜がついとるんでね、中に水、排水口はね、こういうのでございます。初めて来ましたけどね。これやっぱ7世紀ですね。階段が15、6段あるんやけどね、これ上がって。なんか取れるかな、真っ暗か、取れるか。はい、ふわー、すごいよ、これ10何メートルで、これもう取れるね。真っ暗やけど、あんなふうになってますよ、これね。はい、指上がってみましょうか。上がるのはね、まあそんなにね、怖くないんだけどね、下りがね、ちょっとね、怖いんでございます。よし、はい、ここへ上がって、こっちが北でございます。ずっとこっち見ると、あそこは30分で蛇が出たりね、大変でしたけど、今日はね、ここでね、わあ、怖いよ、千賀天皇よ。ちょっとね、この辺の造影物はね、新しいんですからね、この松は時間経ってますよ、これね。こんな山の中にね、あると思うんでしょ。この剣越塚、剣越山が古墳場だ。とこ入れてくれたらね、そこまでね、言うことなかったんだけど、そこまでね。なんですか。はい。わかります。あれがね、あれ。さあ、でどこでしょう。これ分かるでしょ。そこからね、階段があってね、こっちの階段が2、30段。ズームしてみようか。ね、あら、見えないんですわ。見えない、地面玉あるんやで、上まで。これ。
誰を祀ったかは書いてませんわ。はい。なかなかいい形でしょ。ほら、ほら。ええ、いい形やね。上まで上がってみましょうか。あそこがね、展望台になってます。もうすぐいいんやけど。今回狭い道路でして、1.5 車線でね。初めて来た時、この辺がね、もうやぼ、ね、ものすごい雑草が生い茂ってる感じだったけど、綺麗になってるんだけど、ちょっと看板見てみましょうか。はい、これ分かりますかね。分かりますね。今日最後になりましたけど、ご挨拶に来まして、会社が山の高田なんでね、ここまで3、40分で来れんねんけど、なかなかね、昼の時間はね、店行かないかんし。